か。すみません、もう少しだけ我慢してくださいね。医療行為我慢。はい。しこりはない。次は耳を。痛いですか？いいえ、耳は特に敏感で。なるほど、わかりました。先生、私どんな病気なんです？誤解人です。胸の痛みと耳の赤みはミノタウロス特有の妊娠兆候です。おめで、ありがとう。中央病院、クトリフ先生からだ。こうなのですわ。尊敬してくださってもよろしくてよ。そうもいかないんです、先生。今週は昇格のかかる大事な対戦もあるし、先生のお力でにゃんとかなりません？わかりました。ではきつめに固定しておきますから、無理のないように。よかった、ありがとうございます。こちらへどうぞ。次は私ですわ。お医者様は私のような人馬はお好みかしら？あ、ごめんなさい。私はスキュテイア運送の跡取り。いずれはリンドブルムのケンタウロスを率いて紹介の未来を担うものですわ。そうなるとまず結婚、そして子供を作ることが求められます。パートナーとして優秀な人材が欲しいのですわ。けれど何度お見合いをしてもどの殿方もしっくりきませんの。武勇を誇るスキュテイアですが、屈強な殿方は好みではありませんの。そう、例えば若くして魔族の診療をしているようなとても利発な殿方などか。失礼します。あら、ティサリアさん、胴回りの数字が先月よりもかなり増えてますね。あなた突然何ですの？蛇の尻尾で測らないでくださる？というか測るのはこっち。もう看護師なのにそんなことも知りませんの？看護師ではなく薬師です。どうでもいいですわ。ほらご覧なさい、ヘビ女、私のこの美麗なウエストを。言っておきますが、グレン先生はまだまだ医師として半人前。お見合いの話など30年早いのです。何をおっしゃいますの？結婚と馬は早いほどいいのですわ。あら、やっぱり数字増えてますよ。キサリアスキュテ先生がまたあの女に見合いを申し込まれたら大変ですから。でもね、サンフェンティット。もう方、あの人馬姫に色目を使われていい気になったのでしょう。節操がないですね、先生。私はクトリフ様にグレンに手を出したら承知しないなんて言われてるのに。あのさ、今日はちょっときつく。これ以上のライバル出現なんて許しません、許せません。あくまで治療に行くだけだから。治療に行きません。あのね、サーフェ。はい、先生。人手が欲しいんだ。ですって さあ、始めましょうか、キサリアさん。嫌ですわ、痛いのは嫌です、怖いですわ。あなたたち、お話しなさい。終わりますよ、痛くしませんから。女性の足の間に入るなど、なんと不思議だな。もうお嫁に行けませんわ。行けますよ、ただの処置です。キサリアさんの得意技は全力疾走からの突き。前足に負担がかかる分、
後ろのひずめが伸びすぎてしまう。あのお医者様、敏感なところですので優しくしてくださいね。大丈夫です、安心して。いけませんわ、そんな。親方、蹄鉄を。おう。そんなの絶対熱いですわ。無理です、足が燃えてしまいますわ。お話しなさいです、お嬢様。話しなさい、お医者様を切りてしまいますから。メメ、釘を。釘ですって、いけません、私の足に穴なの。ダメダメ、いやです、釘ですって。もうダメ。さっきからうるさいですよ、キサイヤさん。なんだろう、少しは静かになさってください。